さんです。私たちは幸せに輝くと書いて再起と言います。昨年に続き2回目の参加になります。羊蹄山の川の流れをイメージした作品を皆様にお届けします。見てくださる皆様に幸せを届けられるよう輝く笑顔で演舞します。それでは再起の皆さん、よろしくお願いいたします。会場の皆さん、こんにちは。ありがとうございます。幸せに輝くと書いて再起と申します。見ている皆さんに幸せが届きますよう、レダーと逆なんだ、精一杯演舞させていただきます。よろしくお願いします。凍てつく大地に新作まだ見てないんですよ。春の風が恵みをもたらす蝦夷富士羊蹄山の物語、雪流館。
直れ。ありがとうございました。